MV アグスタ東京さんに着きました。いや、もう待ちに待った3ヶ月でございます。はい、ようやく今日退院ということでですね。おっと、コグプーさんどうしました？おはようございます。あ、今日は、ありがとうございます。なんかわざわざすいません。はい、まだわかんないですけどね、帰りワンチャン何か起きる可能性も、まあネタの宝庫ですからね、あのまだ帰りたくないって言ってる、うん、ありがとうございます。じゃあコグプーさん、この後はじゃあせっかくなんで、またいつもの俺らの巣に戻ってコーヒーでもスピンアウトして、美味しいコーヒーをスピンアウトさせて帰りましょうかね。ね、おや、プレゼントがあるんですか？プレゼント？ええ、あの僕も聞いたんですよ。前さんから？マジですか？退院祝い？誕生日。あ、そっか、忘れてたね。マジか。あ、じゃあマジですか？じゃあ僕、ありがとうございます。カメラ持ちましょうか。はい、じゃあカメラ。あ、すごいっすね、なんか。これこの間ほら動画でも言ってた、これめっちゃ欲しいって言ってたやつじゃないですか。え、マジですか？あれ、マジやばい、やばくねえすか？お、本当。スーパーメローチェ、しかもこの後ろはアルカンターラっていう。マジ？うん。え、マジで？いいの。あら、このベルトがおしゃれじゃない、シャレオツじゃないですか。そうそうそう、あの首輪されるっていう。うん、そう、首輪される。マジか、おしゃれな。あれ、もう一個入ってますよ、なんか。あれ、ちょっと、マジですか？あのね、この間動画で言ってたんですよ、これもいいなって言った後に、それも来て、こっちも欲しいなって言ってて、両方来ちゃった。両方来ちゃったって、こんなことある？マジですか？超嬉しい。何ですか？何ですかそれ？あの、前さん、前さんにちゃんとお礼は、お礼は言いましょう。あの、そんなに気使ってください。気使ってください。気使ってください。本当にありがとうございます。素晴らしいですね、本当に。早速これ。そう、来て、なんかメッセージはなんか来て帰れと。来て帰れっていう指令があった。そう、もう来て帰れという指令らしいですよ。いいのかな、こんなに。本当にみんなさ、いろいろ本当に気使ってもらって、じゃあ早速行きたいと思いますので。はい。次回のシーンはちょっとカットで。あ、カットで。はい。じゃあ、この間車両見てます。なんか。車両の解説お願いします。あ、なんかこれは小木さんからか。小木さんのお土産、いただいたスプロケン。で、なんかチェーンがなんか黒くなってますよね。なんかかっこいいっすよね。で、あとの違いは、あれ、トップブリッジはまだ買ったのは、ついてないですね。綱渡りクラブですね、やっぱり。ねえ、やっぱり、いいですね。ここも黒くなってますね。あ、これも、これも小木さんですか。いいですね、皆さん、風見さんのね、どんどん車両が良くなっておりますよ、本当に。ね。いや、綺麗になりましたね。になりました。いや、羨ましいっす。で、肝心のシーンはここなんですけど、見えませんね。見えないから分かりません。ねえ、羨ましいですね。こう舐め回すようにね。ねえ、やっぱこう黒はいいな。完成ですか？はい、じゃこれ着て、じゃちょっと挨拶しましょうか。じゃあ、結構べしゃりうまいっすね。俺なんかいつも髪なんで。いやいやいや、あ、これね、元ね、あの梶見さんの愛車。愛車。あの、いわく付きの F3 でございますね。こいつの方か。東京の試乗車らしいです。あ、また来ましたね。さあ、行きます。ドン。なんかいわく付きの約ね、本当に岩手付きの車両でございます。懐かしいですね。はい、というわけで改めまして、本日今日 MV アグスタ東京さんに来ております。はい、私ですね、3日前
誕生日だったんですよ。なんでね、いいタイミングで今日スーパーベロッチも戻ってきまして、これはアグスタさんからのサプライズかなと思ってます。と思っていたところでですね、今日はコグクさんも駆けつけてくれて、はい、なんとこういうねリスナーの前さんからプレゼントまでいただきまして、この下ちょっと見れるかな、ちょっと開けて、おお、やっぱり俺アグスタのマーク入ってるの着てると、いいですね。ニヤニヤ言って、ニヤニヤいい、いややっぱり、ま、やっぱりシビアの方がいいかな。コーツ、やばいな、二打棒の人になってきちゃった。あ、二打棒の人だったからね。はい、もうね、ここ数ヶ月はそんな思いで、3ヶ月待ってね、ようやく納車退院ということになりました。そうですね。ただね、まあ間空いただけあって、ちょっとすごい新鮮さはありますよね。うん。確かにね、帰りめっちゃいいと思います。いやー、今日改めてね、さっき着替えてる時にね、ちょっと片耳で聞いてたんですけど、コグプーさんの車両解説なかなか良かったんでね、あーちょっとびっくりしましたけど、いえいえいえ、まあ、バッサリカットさせていただいて、あーバッサリカットですか。寂しいもんですね、寂しいもんですね。てなわけで、あの久しぶりの誘惑付きの F3 と、誘惑付きのコグプーさんの看板の前で、はい、皆様ありがとうございますということで、はい、いや素晴らしいね。でも戦後45年ですよ、生誕、はい、生きてきてね、なかなか嬉しい、また1年のスタートになったかなと思ってます。はい、ありがとう。はい、あ、コグプーさん、ついにあれかな、コグプーさん念願の4発っていう印鑑持ってきました。あ、積んでますよ。そう、この色推しだな。めっちゃかっこいい、スズメバチみたいな。これまだ残り、これは15号。コグプーさんがもしこれ買ったら、ワンチャン土日だけ乗らせてほしいな。土日だけお貸し出ししてほしいなって。時間はね、全然ありますよ。足つき、いや、足つきね、全然いいですよ。足つきはまだいいけど、ここの、ここが思いっきりと長くてめっちゃ痛い。はぁ、めっちゃ痛い。すげーな。何て書いていいの？あの、僕買うかもしれないんで、あの、丁寧に丁寧に、先越されたくないな。丁寧にお願いします。買ってください。4000しかない。セリオロもある。セリオ、あ、こっちにしようか。じゃあそう、こっちがいいんじゃないですか、うん、こっちにしましょう。湘南中らしい。あ、湘南中、はじめさん、こっちにしましょう。残念だな、ちょっと先でも距離は少ないですよ、今後256キロ。もうないでしょ、ないよね。ね、しかもあのですよ、ね、こんな状態のオロがもうない。商談中じゃなかったらな。買ってます？まあまあ買ってます？ポンって買ってたよ。あ、買ってた。まあ、だから商談中だからしょうがない、ね。あ、収益化も復活した。そう、収益化も復活したんで。いや、でも今のところこの収益化復活記念でどうですか？収益化復活したらこの4日間でまだ2000円ぐらいになってる。ああ、稼ぎどころの動画全部消えちゃった。今回は、これ今セリオーロって商談中ってなってるけど、これ継続してんの？え？あ、流れた。流れた。あ、じゃあ札を取りましょう。あ、あれ、あれ、あれ、札が取られましたよ。5500円。でも新車より100万円安いですね。新車より100万円安い。それは1200回払いぐらい。やべえな。立ちこけ120万。
パウダーに使われてるカーボンとか全然違うと網目が赤いんですよ。赤いんですよこれ。普通の銅線があるじゃん、はい、銅線のやつをこのカーボンの間に挟んで重ねてる。すげえな。だからその夜これだからこいつは真骨頂、夜ねあのライトの下に行くとキラキラ光ってるの。やべえな。でホイールもそう、あーカーボンのやつがレッドカーボン、キラキラ光ってる。すげえな。まあ、いつかは、まあ、目標としてね、いつかは行きたいなと。うん、結構ガチで悩んでますね。いやいやいや。うん。マジか。いや本当に来月のスプリングに。来月出て。マジで。ああ、もう完全にもう俺のチャンネルの主役はもう俺じゃなくてコグプーさんになっちゃったね。俺あんまり最近映ってないんだよな。キロ数が結構新古車だね。いいよな、同じメーターなのにさ、こっちはガソリンメーターとかちゃんと出る。ガソリンメーターがつくんですよ。なんで俺のだけつかねえの。135キロ、全然いいですよね。全然いいね。さてじゃあいい時間なんでそろそろ戻りますかね。コグプーさん、うん、あれ保証人、何してんの何してんの保証人さんが保証人、うん、これ何これ、ブルタレダブル R、はい、これをお水も、あれこれ上にあったやつ、え、な、何してんすかこれ。目離すとすぐこう。あれマジか、綱渡りクラブ極まりりじゃないですかこれ。え、行っちゃう感じですかマジで。あれなんかすごい展開になってきたぞこれ。まあ惚れちまったらしょうがないっていう。引っかれてるぞ俺ら。あれコグプーさん、もしかしてもう審査とか入っちゃう感じですか。ちょっとちょっと、はい、マジか、すげえな。あれちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ。いや、とりあえず、何してんの？何してんの？撮っちゃいました。撮っちゃいましたじゃないよ。あれ？おかしいな。完全にあれ持っていかれたな、これ。え、ちょっと待って、ブルターレ、なんだっけ？ブルターレセンターブルターレ。ある5000役ということですかね。あら、あれだって俺今日、俺のベローチェが退院して、で、あの、リスナーさんからプレゼントもらう、はい、でまさかのコグプーさんが全部美味しいってこと持っていっちゃう、はい、はあ、こんなことあるの。リスナーさんに愛されてるからいいです。ああ僕リスナーさんいないんで。いや、僕来月誕生日なんで。いや、あのね、あの KPJ 風光さんの綱渡りクラブの、いやいや綱渡りクラブと言いながら何百万だっけ。あの皆さんいいですからね、コグプーさんには。うわ久しぶりのベローチェだ、怖え。というわけでアグスタ東京さんを出ました。11時に着いてお昼には、ね、引き取って帰ろうかなと思ってたんですけどもね、ただいまの時刻は午後5時44分、すげえいい時間になっちゃったね。どっから話そうか。今日はね主役を完全に奪われた感じで、
まあちょっと整理しよう。まず今日は俺のスーパーベローチェのめでたい退院の日で、で3日目は俺が誕生日でね、リスナーのたびたびね動画に出てくれてる前さんからね素敵なプレゼントをもらってね、あーこれ意気揚々と帰ってね、まああとは今までねずっとお披露目できなかった小木さんからのプレゼント今完全についた状態なんで、これも紹介の動画を撮ろうかなと思っていたんですが、まさかのね前走ってるコグプーさんがあのブルタル戦 RR まさかのご契約に流れていくっていうね感じでもう落としどころがすごいね、うん、すごい本当ねネタに困らないというかね、みんなね、いやーびっくりでしたね。まあとりあえず時間が時間なんで、まあいつものね鬼門の駐車場寄って帰ろうかなと思ってたんですけど、ちょっとこんな時間になっちゃったんでライコランド寄ってコーヒー一本飲んで帰ろうっていう感じになってしまいました。なんでちょっとね改めてこのプレゼントをもらった紹介の動画とね、あの後ろのスプロケ周りなんですけど、これはまとめてね別動画撮らせてもらおうかなと思ってます。っていうかね、あのずっと二打目に慣れちゃってるんでスーパーベローチェめっちゃ怖いんだけどいやー、まああとそうそう、ちょっとねこれイタリアンクオリティだったんですけどね、俺小木さんにもらったプレゼントでさ、チェーンがゴールドのやつだったじゃないですか。でね、それをつけてもらう予定だったんだけど、納車の時見たらね真っ黒 の, ゴあのチェーンに変わってて、あれこれ俺ゴールドじゃないんですかって言ったら、あれっていうねただまあ料金はかからず、まあゴールドじゃなくてもこっちも似合ってたんで、まあそこはねいいですよってことになりましたけどもね、ちょっとイタリアンクオリティ行き過ぎだよね。はい、まあそんな感じでとりあえずね、まあ何はともあれ戻ってきたんでゆっくり帰ろうかな。まあエンジンのねあの主軸のところのベアリングが破損してたんで、まあ鳴らすとまではいかないけど、ちょっとゆっくりね気使って、まあ、自分の体も鳴らさなきゃいけないからね、まあ、ゆっくり帰りたいと思います。はい、というわけでとりあえずライコランドに来たんですけど、ごめんなさい、お店出るときはあの GoPro 赤いの点滅してたんで多分撮れてると思うんですけど、 どっかで切れて、あの走り出した瞬間に GoPro ぶっ壊れました。なあ、ずっと調子は悪かったんだけど、もうずっとねここになんかヒーローホーテ出っ放しで電源も入らない。バイク壊れずこのタイミングでこういうふうにやっぱなるかね。持ってますね。持ってます、持ってます。走り出した瞬間にさ商売道具がことごとく俺壊れていくね。うん、家のテレビも壊れたし。でも一番壊れてるのは今日コグプーさんですからね。あの今日の動画の一番の美味しいところを持っていかれるっていう。ああ。で俺のオチはいつも何かが壊れて終わるっていうのは。あ、もうダメ、電源入んねん。え、何これ、こんなことあるの。あ、そうですね、俺もちょっとなんか考えとかないといけないですね。まさかの急展開になりましたけど、俺は俺でこれちょっと考えとかないとな。なんだよこれ。まあありがとうございます。綱渡りクラブ代表から。マジですか？缶コーヒー。缶コ、え、缶コーヒーも？缶コーヒー。いいんですか？コーヒーで、あー、僕の誕生日の時は缶コーヒーで帰ってわかりました、ありがたいね。すいません、誕生日以外。 ありがたいね、もう皆さんね安定のペイペイ払いで。じゃあとりあえずおめでとうございますね。お互いにおめでとうございますになっちゃったね。はい、ありがとうございます。いやー今日はもう一日で、おーおーおー、何してる危ない危ない危ない。あ、なるほど。じゃあ気をつけて。はい、というわけでちょっと GoPro 調子悪いんで今は撮れてそうだな。ちょっと撮れてる間にサクッと最後の挨拶をしていきたいと思うんですけども、まあ今日一日激動の一日でね、まさかね俺も誰もがね予想してなかった展開になりましたね。まあ内容は見てもらえればきっとみんなね驚いてくれると思うんですけども、まあそれとこのスーパーベローチェの隊員とね
まあ、自分の先日の誕生日のお祝いということでね、リスナーの前さんから素敵なプレゼントもいただいてね、また新たな今年1年頑張っていこうっていう気持ちになりました。本当にね、俺はリスナーの皆様に助けられてね、いろいろありますけどね、この伯爵とはねなんですけど、もう毎日ね楽しく過ごさせていただいております。本当にね皆様ありがとうございました。先日ねライブ配信なんかでも言ったんですけどもね、いつもみんなに温かいね真心に支えられて、私はね人生を楽しんでおります。てなわけで最後までご視聴ありがとうございました。かずみちでございました。バイバイ。 KPJ 借金。しょうがない。